はいどうも、カパン長です。じゃあ最後はね、この渋谷の事件ですよ。これニュース見ましたかねなんかマスコミもいやいや報じてましたけど、結局これ中国籍の男19歳だっけ、ね、名前もさらしてないもんね。何やってんだ日本社会は。だって犠牲に、えだって傷,傷つけられたの20代の女性ってこれ。 切りつけられたっていうかもうめったざしだろこれあいやもうこんなやつ日本に置いとくなよもう青みたいに国の宝とか言ってる場合じゃないだろういい加減そろ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 っていうかさもうこうやって日本人が犠牲になってんだからよ日々なんで何にも対処しねえのなんでこの日本国民に泣き寝入りを強いるばっかで 守ろうともしねえよないやもうそろそろクーデターでも起こしてもう転覆させるしか止めようがないのかこれは、うんえー、っとね東京渋谷でね20代の女性がねめったずしに会いましたよと無差別通り魔事件とうとうこの19歳の中国人が逮捕されましたよほんとふざけてるよな もう二度と日本に来させんなよでもどうせこれあれだろう無罪放免だろう謎の不起訴うんなああがっかりだよ日本政府と自治体には何にも日本人ね日本社会を守る何にも機能してねえじゃねえかよ もう日本は安全じゃないですね。うん、もう昭和の頃、ね、昭和、平成の頃に言われてたような、うん、だからもう女性もあの一人で外歩いたらだめですね。いやもう男女問わずだよ。うん。もう自分の身は自分で守るしかない。うん。で、これどうせ不起訴だろ。ねこれ NHK とかもさ。 うん、民放各局ももう腫れ物に触れる程度の報道しかどうせできないししてないだろなあ日本でこの中国人が起こす犯罪件数、ね、日本人が中国で起こす犯罪件数とか比較できるなら比較してもらいたいよなてかなんで日本にいるんだよなんで日本でやってんだよてめえの国でやれよ まあもう本当話になんねよなこの間のこの宝石宝石店のこの強盗殺人みたいにまるでなかったことのように扱われるんだろうねこれでも日本社会怒りの声上げていかないんだもんね,ねそれは政府も報道もね適当にこの流しておしまいにするはずだわうんなこれでもまだ何 あの岸田総理以下、ね、仏壇の都合移民党の連中はさ、ね、国の宝みたいな認識のままなのかえ普通に考えたらよくて死刑だろこんなのよくててか軽くて死刑だろえ堂々と敵国で、ね、敵国の敵の人間がわざわざ乗り込んできて暴れたわけだろ、うん、普通に国際問題になってかなきゃおかしいんだけどてかもう国家ぐるみでよなあ 人を送り込んできて日本を混乱させて、うん、弱体化を図ってんだからさ止めに行けよ政府も自治体も警察も何もかんも何やりたい放題やられてんのん犠牲になってんの普通に日本までと日本人だろ、うん 一体日本社会っていつになったら目覚ますんですかね,、うん、ね政府とか自治体とか警察にね、まあ、確かに話題として取り上げて文句は言いますけども結局は我々一人一人の,この自覚の問題から来ると思うんですよね、うん、だって国民が興味がないんだったら、ね、そもそも政府も動かないし、うん、それは好き勝手やりたい放題やり続けて私腹肥やすに決まってるよね ねえあいつらあいつらで自分たちが痛い目でも見ない限りは、ねえうん、なんか考えなんか改めるわけがねえし、はあ、ねえ19歳の中国人ですよええ世の末だよな,本当なうん、うんなんか今更言ってもしょうがねえんだけど本当あれだね誰も助けてもくれねえんだろうな今後は なななんんんでこんな社会になったんだろうね,ね昭和の頃まさかまさか半世紀後とかさ四半世紀後にこんなふうになるって思いました想像もしなかったよねうんね一応これだって捕まったやつ容疑認めてんでしょ、うん、なんでこの使命も、ね、実名も明かさない顔も晒さないうどんだけこの中国にこのなんか顔色がうがってんだよ うとことん政府も報道も異常だよね。もう完全に牛耳られてるよ。ねえ。うん、別に日本犯罪者協会 NHK に限った話じゃねえよ。もう日本社会丸ごと中国の出先機関になり下がってるぞ、これ。うん。政府なんかもう完全に骨抜きだろ。なあ。誰だっけ、あの総裁選でさ。あ、林鳳成さんだっけ。 私が総裁になったら、総理になったら、あの中国のほら、海洋調査部位ばらまいて、いまだにこの片付けられ,片付けられることなく放置されてるじゃん。ねあれをちゃんと中国に許可取って片付けますみたいなことございっすよね。許可取ってじゃねえだろう。なあ、もう政府からして、ね、日本の政治や連中からして、もうあのざまだからね、無理なんだよ。なあ、もう上の連中は、な世の中、 ね、日本社会としてはもう日本国民の安心とか安全とかねもう誰もどこも何も守ってくんないし手助けもしてくんないそういうことだよ、うん、いやーもう日に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 我々日本生まで日本当時の日本国民がなぜか日本国内で、ね、どん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 追い詰められてますよねどんどん橋の方に追いやられてるというかないがしろにされてるというか。 な何のために税金払ってんだろうな、うんね、それこそこのなんか最近この介護保険に外国人がたかる話とかも見ましたけども、ね、それも確かにそうですけどそもそもがだよそもそも日本社会がだよもう我々日本人のためにこの機能してないよ、うん、えだって国民の,この安心とか安全とかって、ね、領土とか領海とかと 同じかそれ以上にまずまず最初に真っ先にねうん守らなきゃいけないもんなんじゃないのそれはあっさりこうやって売り渡しちゃうんだからな話になんねえよなあもう最低限できんだよなうん 中国からの入国も,も全面禁止で日本国内にいるやつはもう全員強制退去もう片っ端から不良外来種中国もそうだし韓国もそうだしよ、ね、北もそうだしグエンもそうだしクルドもそうだよもう片っ端から一回全員強制退去にしてもらいたいねうんドイツもこいつも日本社会に必要ねえやからばっかりじゃんうん ねえ日本の治安がどんどん悪くなっていったんだろううんいや元に戻してくれよせめてうんなってねえよなはい以上です